新年明けましておめでとうございます。早速ですが第1回ミックス新春羽根付き大会、イエーイ。早速すぎます。羽根付きにはですね、もともと邪気を跳ねのけるという意味がありまして、その1年の無病息災を願うという意味が込められているそうなんですね。皆さん羽根付きはやったことありますか？原さん。ないです。ない、小学生の頃やったかな。でも記憶にないですね。あ、もうバドミントンみたいなことですよね。やったことないですけど。ですよね。じゃあみんなやったことない、私もやったことないので、はい、みんな初めてということですね。今回は追い跳ねでの対決、2人で交互に打ち合い、落としたら負け、3本先取した方の勝ちです。ただお正月らしく、羽を落としたら顔に落書きされる罰ゲーム付き。羽子板を2枚用意してるんですが、はい、まあ、クロールさんが持ってるのはね、いかにも可愛らしい、華やかで、ね、華やかな絵柄ですが、原さんの方が、はい、これ羽子板ですか？これはあのディレクターが注文したつもりが1個しか来なかったということで、これ、手作り感が満載ですけど、すごいですね。早速参りましょう。第1回戦はこの2人、クロルマイ VS 原千秋。両者靴を脱いで本気モード。最初はグーじゃんけんポン。じゃあ私がこっちで、はい、いきます。意外とそっちが人気になってる。ままこっちでいきます。それではスタート。いいんですよね。難しい。名前に出られるぐらいにしよう。眉毛とかも描いていいんですね。これでも可愛い感じにしました。それでは2ポイント目スタート。あれ、なんで才能ある方が見せなくなってくるかもしれない。その動物になっちゃうかも。すごい。ヒゲに合わせた、また新たなヒゲを作ってみました。ヒゲにヒゲを。え？ヒゲプラスヒゲ。大丈夫？2対0になったから、はい、原さんマッチポイントです。そっか。クロールさんはここで点を取らないと原さんに落書きができません。はじめ。完封よ。あ！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 3対0で原さんの勝ち。悪い顔してますね、原さん。なんか可愛い感じしました。最後はキューティーに。アホらしさが増しましたね。なんかシワ、シワ描かれた。テーマはヒゲ、でもキュート。どう、マイちゃん。このハートだけ可愛いです。あ、よかった。あとはなんか気に入ってるやん。ちょっと気に入ってるやん。あとはでもまあまあまあ大丈夫です。意外と、まあ、でしょ。意外とそう。なんか許容範囲が広い。そう、なんか動物みたいな感じになるし、ね、意外とセンスありますね。ありがとうございます。第2回戦はテニス経験者の長岡克也 VS 軟式野球経験者の小田博史。来ます。どうなんだろう。来い、新人小田。はい。お、うわあ、来た。よし、よし、伸ばしすぎた。よし。じゃあ長岡さんの落書きから。いいですか。ちょっとまあ最初なんでシンプルに。うん、はい。え、まあ、最初はこのぐらいでいいでしょう。今どうなってますか。あのね、シンプルに鼻毛とクマを描きました。え、見たい見たい。あ、よく見る。でもなんか、いい感じ。いい感じ、いい感じ。シンプルに鼻毛とクマ。クマが強そうだな。顔見るとすごい気が抜けちゃう。で、いきますね。はい。はい。あー、
ました。ね、すみません。そうくるか。うわ、なるほどね、完成されてる。元からあった感じになる。元から、うん、いい。元からこんな顔だったってことですか。どういうこと。元からこんな顔ですか、私は。うん、眉毛がつながって第三の目を開眼させてみました。ちょっと待ってください。ちょっと見たい。おお、似合ってる。似合ってるって何ですか。いいこれがですか。いいかな。多分似合ってないでしょ。いい感じ。うん。目が3つついたんで、いやすごい、なんか強い、うん、強い感じだね。動体視力上がってますよ。すごい。それでまいちゃんの顔見るとちょっとまた似合ってない。確かに。何でも見える。向かい合った感じ強そうなんだよな。なんか第3の目がいくよ。おい、おい、おい、おい。ダメじゃん全然。第3の目、雰囲気だけだった。弱いよ。雰囲気だけだったな。でもね、ほんと馴染んでるんだよね。不思議なぐらい。あ、いいかもしんない。本当ですか。いいかもしんない。オーラすごい出た。もう新人って思えない、全然。ずっと地球にいたんだろうなって感じ。あー、あジャッキーを跳ねのけるためにやってるのに、ジャッキーのゴンゲみたいな顔してる。眉毛とか本当似合ってるよ、うん、なんで似合うんだろう、すごいな、うん、馴染んでる、うんうん、しっくりきすぎてそんなに笑い起こってない。いや、そう、せめて笑ってくれません。この後、勝ち残った2人で対決した結果、意外な才能を見せた原の勝利で幕を閉じました。皆さん、新春羽根つき大会いかがだったでしょうか。今年もさらにパワーアップしたミックスをお届けできるように頑張ります。それでは一緒に今年もよろしくお願いいたします。